5番バッツインサイドに注目です。8番キャプテン長谷川はショットが正確。今日のスターティングファイブは1番デイビス、昨日は15得点。9番カンバラ、スティールは B2 リーグで1位の個人成績。スピードデイビス1番、21番キャプテンのハンノ、ハンノからショットクロックは5秒を切っている。スリーポイントシュート決まった。11対4、このアウトサイドが決まると福島の流れですと決めています。一方の福島も反撃、このようにハンノのアウトサイドスリーポイントシュートが決まります。13番ブラッキンズ、昨日はダブルダブルと大活躍でした。ブラッキンズ得点とリバウンド。49番飯田のスリー決まった。逆転13対11。さあ、さらに11対10と1点差まで詰め寄ったところ、17番の田村スクリーンからブラッキンズスリーを狙ってきた。このアウトサイドもうまい。33番ブラッキンズ、2回後半に3回までタイムアウトを取ることができます。このプレーです。42対39、3点リードしている越谷。長谷川から田村のスリーどうだ、決まった。しかもこれはバスケットカウントか。デイビスがシュートを打ってくる。これは決めました。辛い体勢のところ、これはよく決めてきました。41対47、6点差。いいプレーを見せてきました。8番の村上、流れを変えられる男、スリーポイントシュートが決まった。ギリギリ決めました、8番の村上。さあ、これで11点差。24番ヒンクルから16番サメ島から91番落合、24番ヒンクルのスリースリーで返してきました。 3x3、 元日本代表の落合、24番ヒンクル、33番ブラッキンズ、サメ島が中に入ってくるがゴリゴリ行って、さあターンしてバンクショット、これはファウル、しかもバスケットカウントです。体重をかけてゴリゴリ来るところ、パッとこう反転してのショット、バンクショット決めてきました。決めてくれば点差ももうちょっと詰め寄れるはずです。さあ、ヒンクルがターンしてショット決めてきました。この辺りうまい。4つになりました福島です。ここですね、ここでファウルがありました。49番の飯田、残り5秒を切る。山内がつく、もうこれは攻めません。ここで試合終了。100対88、越谷アウェーで